あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。前回10台のゴーゴービークルを合体させてアルティメット大冒険に合体させました。今回はこのゴーゴービークル6番から7番、ゴーゴードリル、ゴーゴーショベル、ゴーゴーミキサー、ゴーゴークレーン、ゴーゴージェット、この5台を合体させます。合体シフトオン。ドリル、ショベル、ミキサー、クレーン、ジェット、冒険フォーメーション2。じゃあまずはゴーゴージェットから合体準備だ。まず裏の車輪を全部収納します。よっ、はい。そしてここをグイッと回すと、よっと、よっと、あっと、あっと、よっと、ジョイントが出てきます。シールドパーツを取る。ここのブイングを畳まなきゃいけない。アームをよいしょ、下に持ってきて、よっと、ウイングを畳む。はい、パッチン。左右にジョイントがあるので出します。で、ミキサーで、ミキサーよいしょ、上のヘルメットの部分を取って、よいしょ、クレーンを逆向き、そしてフロント部分を起こす。ヘルメットパーツはジェットの裏のここのジョイント、ここに取り付ける。ミキサーはフロント部分を持ち上げる。ショベルはアームを伸ばす。右足はミキサー、ここに差し込みます。よっ、左足はクレーン。よっとい。もうお約束だね。ドリルとショベルを腕にします。ヘッドパーツのここをグイッと上げると、はい、完成。その名も大探検。はい、というわけで冒険フォーメーション2大探検です。高さが 49.8m、 重量が 4200トン。いいだろう、このちょっと無理があるんじゃないかって感じの合体の仕方。いいだろう、この大冒険に比べて若干なんか頭身が低いこの感じ。もちろんドリルとショベルでガッチンガッチンいきます。あとはね、なんとこの大探検必殺技があるんですよ。知りたい必殺技、いきます。いやー、頭飛びますよ。で、初登場がこの冒険ジャーの夏の劇場版ね。で、夏の劇場版で出て、まあ、その最終決戦付近で1回出たのかな、2回、ん ?1 回、あ、2回だ、2回出た。確かレッドが1回と、シルバーだったかブラックだったか、どっちかが1回乗ってた。はい、大冒険と並べるとこういう感じです。なんだろう、このジェットのこの辺のスッキリ感のおかげでなんかデフォルメしてる感じが出てきてる。ちょっと太ってるかな。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はゴーゴービークル6番から10番まで、5体合体させて大探検合体させました。いかがだったでしょうか。というわけで、まあ、ここまで冒険ジャーのおもちゃでいろいろ遊んできたんですけども、今回が最後ということで、次回からはまた別の、シリーズのおもちゃで遊んでいきたいと思います。こちらもご視聴よろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。